ロスター参りましょう。ハイテックエグゼのロスター1番サナクリット・リンジッタコーン、10番モンティエン・ウォンサワンサム、15番スック・デーブ・ゴーガー、23番マナッカ・ウィン・ブードング。以上4名のロスターです。続いてタイチュンドリーマーズアカデミーエグゼのロスター、3番ユ・シアンピン、7番チェン・ミン・ウェン、12番タイ・ウェイ、19番ワン・チェン・ウェン。以上4名のロスターです。ハイテックエグゼはシード権でしたので本日初登場です。なんといってもこの10番モンティエン・ウォン・サワンサム選手、15番スック・デーブ・ゴーガー選手はタイでは 3x3 界の2大キングとも呼ばれています。すごいですね。そうなんですよ。そして8ラウンド中7ラウンドを、カンファレンス優勝勝ち取った絶対王者です。いや、どんなもんか期待します。期待ですね、本当に。そうですね。そしてスックデーブ・ゴーガー選手はインスタグラムのフォロワーが2万人も超えるインフルエンサーでもあります。なるほどいや、まずよく噛まないで言えましたね、名前ありがとうございます。あの、練習してきましたいや、タイの選手も本当に未知ですからね。そうなんですよ。そして、あ、どうぞ。あ、すみません。いやいや、どうぞお願いします。本日2試合目、タイチュンドリーマーズアカデミー、先ほど1試合目終えましたけれども、注目選手、及川選手、どうですか？いや、誰が誰かまだ把握してないしてないんですけど、まあ、全体的にあの、はい、ドライブからあとリバウンドと、もう若さとアジリティを武器にした動きをしてたりが多かったので。そうですね、相手よりもやっぱり平均身長は高いので、うんうん、そこの部分でリバウンドとか発生し続けるのか、また優勝してたハイテックの方がどういった戦い方で見せてもらえるのかっていうのはすごく楽しみですね。はい、岩下さん、はい、まあ、でもタイチュンドリーマーズは19番のワン・チョンウェン選手が、はい、その中でも非常にですね、一つ頭抜けてたかなって印象ありました。はい、まあ、ハッスルしてました。はい、非常にですね、オフェンスワンオンワンで決めきる力あるので、まあ、ここが得点の一つの軸になるんじゃないかなというのに見ております。はい、さあこの、2回戦目からも引き続き実況は松村美代、解説は岩下達郎さんと及川圭選手でお送りします。タイの2大キングがどんなもんなのか。はい、10番15番の選手です。気になっちゃいますね、二大キング、うん、この二郎選手ですね、ここと、はい、はい、この2人ですね。ああ、キングホットラインが、はい、彼が2万人フォロワーですね。そうです、はい、ぜひね、うん、初見の方覚えていくの、覚えて、覚えるのであれば、うん、はい、2万人フォロワーの、はい、スクデーブ・ゴーガー選手、髪型がおしゃれですもんね、うん、やはりこの台湾の選手は本当にワンオンワン強いですね。そうですね、うん、チャレンジャーです、はい、絶対このバスケットゴールにしっかり向かってアタックするんですよね、全選手が。これ守る方は非常に嫌だと思いますよ、やっぱり。全員190以上ですからね、基本。そうですね、うん、わあ、ナイスショック。台湾のチームは総じてやはりこのファールですね、かなりやっぱり混んでしまうので、うん、ここはアジャストしていきたいですよ。さあキング、おー、おー、ファールを獲得。キング、キングトラベリングでしたけどね、うん、キングなんでやっぱりキングがトラベリングしても大丈夫1対2です。おお、キラーしまった。ハイテックエグゼは、タイのチームですね。今のも
トラベリングに見えましたけどね。いやなんかもう 3x3 でトラベリング言っちゃうとあの、はい、シュート決められた後のクリアリングするときに、うん、円形の中でもらって7歩くらい歩いて外に出たりするじゃないですか。それは言い過ぎでしょ。いやめっちゃあるんですけど。まあね、一生ならないですよね。まあまあそこはいいとしても今のはダメでしょ。完全にドライブなんだから。さすが二大キングですね。二大キングです。はい、いやいいな。いいですね。アタックのコースがブロックしづらいですよね。そうしかも高いんですよね。はい。レイアップ飛んでるんですよ、めちゃくちゃちゃんと。わあ。本当にハイテクは負けたことがほとんどないですからね。そうですね、はい、32ゲームして1回しか負けてないって。そうなんですよ、うん、これはどういうことなんでしょうかね、はい、ブレックスでももっと負けてますからね。確かに、はい、これ15番のゴーガー選手192で相手の7番の選手2メートルなんですけど、うん、一緒にしか見えないですね身長。確かに。なんか15番もうちょっと92以上あるんで。でも普通ちっちゃく殺傷しませんもんね。大きく、はい、するもんなのかな。7番の台湾の選手はモリモリになってるんでしょう。どうなんでしょう。結構まあ、うん、登録の数字ってあの自己申告制なので怪しいですね。そうなんです、分かんないですよね。及川さんは盛りませんでした。僕は盛らないんですよ、うん、あのちっちゃく見られた方がかっこいいと思ってるんで。そのこだわりもなんかあの190とか188ってしっかり言う。なるほどね、うん、ちっちゃいのにすごいねっていう、はい、そう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 、あのキクさんもキクさんは2センチくらい盛るんですよ、あの、うん、低く、あ低く、あ低く、だから俺はビッグマンにつけないんだって言うんで、はい、それはメンタルの問題ですね。じゃあもしかするとゴーガ選手仲間かもしれないですね。確かにそうですね。同じメンタリティの持ち主かもしれない。二大キング、うん、どうですか、ネイチャーメイドインフルエンサー、俺キングになるかも。あ、そっち。そっち。俺は2000人くらいしかいないですけど。頑張りましょう、それはそっから、ここから。確かに。今のところハイテックはそんなにその特徴があるチームという感じじゃないですね。はい。もう一人のキングって何番だっけ？10番。10番か。はい。おお。キングはスルッと得点取りますね。まあそのスクレルゴーガー選手あんまりそのスピードがあるわけでもないんですが。ロールが前のかな、体のぶつけ方が前ですかね、もしかしたら、うん、結構ディフェンスがなんかあまりディフェンスできずにそのまますっと得点取られてしまったような印象があります。もう今のは手叩いたように見えましたけど、これがキングです。キングパワーが、はい、キングパワー、キングイジちょっとね。ちょっといや二大キングって言われたらちょっといじりだけになっちゃいました、ね。この紹介文ってチーム側から来てるんですか。どうなんですかね。おそらく。あ、はい、じゃあそうですね。はい、チーム側。ね、そういうことです、ね。もしくは大会側なの。大会から。はい。大会からだったら申し訳ない。ああ、おっとキング。キングリバウンドです。はい。五対四。でも見てる皆さんも覚えやすいですよね。そうですね。はい。絶対いい金髪のキング。はい。結構この今回プレミアのプレーオフに合わせたパンフレットとかあったじゃないですか。はい、ありました。あれの文章見てるとちょいちょいいじってるんですよね、紹介文に。はい、落合選手かな、やたらおしゃれなアシストって書かれてて。やたらおしゃれ。ちょっと悪意あるなと思いながら。ナイスポイントです。1点ですね、ただね。はい、サナクリスタリッチタコン、セミウェイ選手ですね。今ダンクも飛び出ました。うん、これはさすがにキングといえどもファールですね。はい、すごいベンチ煽ってる、はい、すごいですね。台湾がすごいんですよね、組織的に。いや、うん、ファンの方ご家族とかですかね。どうなんでしょうね、まあ、あそこチーム関係者席なんで、うん、はい、
もしかしたらそういった方々なのかもしれないですけど、台湾の 3x3 のスタッフの方々だったり、うん、たくさん来ていらっしゃいますね。ね、嬉しいですね、うん、いや、 やっぱり応援って本当に大事ですからね。はい、6対6です。互角ですね。基本もうちょっとどっちも1対1じゃないですか。はい、なのでもうそのシュートが入るかどうかでしか測りようがないので、うん、そうなんですよね。そして結局、まあ、ディフェンスもそれなりの強度にはなってくるので、まあ、なんかロースコアになる展開というのが多いですね、うん、どっかのタイミングで多分抜ける部分があったりするんですけど、なんかこういまいちどちらのチームも勢いに乗れてないというか、はい、流れをつかみきれてないですね。来るか、おお、まあ、やはりこういう決めなくちゃいけないポイントでしっかり得点取るというのはさすがですね。はい、上昇チームなだけあります。ワンポイントですね。ワンポイントか、はい、もったいないな。ファールコールですか。ちょっとハイテックはファールトラブルですね。ハイテックは失点も少ないですね。はい、 12.56 です、うん、一方アベレージポイントは 19.56、まあ、ほぼほぼノックアウトですね。そうなんですよね、うん、ノックアウトで制してきました、はい、あ、ハイテックのファールですね。ちょっと確認作業行われておりましたが、このまま戻ります。ハイテックはもうファール数が6つ目になってしまいました。厳しいですね。ちょっと厳しくなってきましたね、はい、うまい、おー、いかなかった。さあ、5が、おー、おー、おー、2ポイントです。マナカ・ウィン・ブードング選手、若い選手ですね、25歳。はい、いいですね。リバウンド、おお、決めました。オンサンサム、キングですか、はい、キングですね、モンティエン、キングです、はい、二大キングです。めっちゃファールじゃん。そしてツースローです、はい、多分タイじゃ吹かれないかもしれないですね。チェンビンベアジャストめっちゃ難しいですよね、試合中に上のアジャストって本当に大変なんですよね。僕らも逆に海外の試合とかに出るとやっぱりその笛の基準変わってくるんで、若干、あ、これがファールになるんだっていうのとかって驚かされますね、そうなんですね、はい、結局それファールトラブルで負けることだってありますし、非常に重要な指標なんですよね、アジャストできるかどうか、おお、あとハイテクボールですね。オフィシャルタイムアウトです。10対6、うん、ハイテックが一歩リードしています。やはり硬直した流れの中でハイテックがまあ着実に欲しいところで積み重ねている感じはありますね、はい、リバウンド等もあの制圧率が高いので、うん、まあ、説明ではさすが絶対王者と言われるチームなのかなと。絶対王者です、はい、及川さんはどうご覧になってますか。ちょっとやっぱりあのどちらも1対1で単調な動きが多いので、うん、あのどこかでハンドオフだったりとかバックドアスリップといったようなオフボールの動きから直接得点につながるようなプレーがあると
もう少しコートを広く使えるとかなと思うんですけど、はい、今は1対1でこうギュッと詰まっちゃってるの で、 そうです、ね、どうしてもロースコアゲームになりがちですよね。おお、決め返しましたね。決め返しました。ユーシャンピンです、うん、やはり台湾のチームは勢いがありますからば、若い選手がないんだろうね。一回乗ってくると恒例ですね、うん、こういうことですね。追いつきました。はい、対戦ドリーマーズ流れに乗ってきました。お、早い早い早いですね。今のはあ、キングではないです。ノットキングですね。これは打たせたくなかった。これですね、この勢い。すごいですね、若さが、はい、うん、この後半に出てくるんですよね、はい、わあ、このポロリは痛い。リバウンド。あ、でもしっかりリバウンド取りますね、やっぱりさすが。キングです。はい、サブドング。うん。スコア並びます。はい、ブドング選手もいいですね。はい。着実にこの中首の皮一枚つなげているところが。そうですね。はい、一定彼の活躍によって積み重ねています。うん、キックボールです。こうやって積み重ねていく1点取れる選手って貴重なんですよね。一気にああいう流れが乗ってると一気に離されることが多いんですけど、はい、それをちゃんとつなぎ止めているっていうところが、はい、地道ではありますが後に大事になってきますね。はい、ここに攻めですね。これ飛び込みたいですね。そうですね、うまいですね。二大キング、あ、キングホットラインですね。はい、2人いるのおかしくないですか。いいです、おかしくないんです。2大キングです、はい、そんなにおかしくないんです。あるんです。まあ、同い年ですしね、32歳の、うん、そうですね、はい、おそらくこうつながりがあるんでしょうかね、はい、大きなんでしょうね。もうハイテクはこの4人で32ゲームずっと戦ってるんですね。ああ、すごいな。そうなんですね。はい。一人もこのシーズン欠けてないっていうのが。本当だ、全部のゲーム出場してますね。はい、うん、このコロナが流行ってる時もすごいですね。確かに。はい。それでラウンド8の最後の決勝だけ負けてるってことですよね。そうですね。そうです。はい。32試合中の1試合の負け。これが最後の決勝なんですね。そうです。めっちゃ悔しかっただろうな。確かに。最後だけ、うん、もういいやってもなってるかもしれないですけど、確実にプレーオフ進出は決まってたと思うんで、はい、おお、今のがブードム選手ですかね。そうですね、はい、キングでしたね。あ、キングか。はい、やっぱりキングなんですね。なんか今更ながら海外の選手がこの見慣れた大盛りでプレーしてるのすごいこう違和感というか、新鮮味がありますね。はい、とうとうニューノーマル時代のニューノーマルが幕開けしましたね。いやでも日本のこの 3x3 の環境というものを知っていただけて嬉しいですね、うん、いやぜひね、美味しいものもたくさん食べていただきたいですね、はい、好きになっていただきたい、うん、海外遠征がなかなかしづらい時代でしたからね。そうですね、うん、おー、うまい、おわす、左レアップだ今の。なんだ。わあ。すごいですね。キングディフェンスうまいっすよね。うまいですね。上手な。モンティン選手。アベレージロストポイント 12.56 点だから。いやディフェンス力。D
リバウンド、そこからのリバウンド絶対相手に取られないですね。そうなんですよね、はい、やっぱり結局リバウンドを取るだけで相手のそのシュートの本数減らせますからね、アテンプト。バスケットボールは確実なゲームなんで、このね接戦ですから、はい、リバウンド、うん、特に重要になってきますね。そうなんです。ただハイテックは8個ファールトラブルですね。そうなんです。ドリーマーズアカデミーは、ツーショットです。いや着実に決めてきますね。決めました、2本成功、うん、モンティエン、ああリバウンド入ってましたけどね、あ打たせちゃったら、おお、よくワンチェンメン選手ですね。はい、ハッスルプレイヤー、やっぱ体強いですよね、ワンチェンメン選手。うん、大下でも かなり当たり強いのでしっかり決めきる。さあ残り1分48秒、どちらがノックアウトまたは勝つでしょうか。サブのゴール、ノットキングが、ノットキングがいやーブードン選手いいですね。エンドワンです。しかも2ポイント、このステップバックからの、ね、うわー、この値千金ですね。はい、キングじゃないんかい、はい、そうなんです、次世代のキングですね、はい、ネクストキングです。25歳。おお、また来るか、リバウンド、あー、よく取った。そしてここは2は出したくない。ドリーマーズアカデミーボールへ、どう組み立てるかな、ここまで行く、タイウェイ、あーユーロ、ここのリバウンド強いんですよね。そうそうそう、あれ1対2なのに、そう取るんですよ、絶対前ボールするんですよね。あ、いや、キングたるゆえんです。リバウンド、わお、あ、よくついた、今のディフェンスは、はい、よく守りました。あー、これ打たせちゃダメよ。うわぁ、ファールっぽかったけど、俺らも声でホイッスル聞こえなかっただけかと思ったら、なんなかった、うん、本当になってなかったですね残り46秒。うわ、よく取った、おぉすごい、あぁ、うわ、キングがさあ、まだ体力やはりありますね。だからそれを打たせてならなかった。リバウンド、いや、ノンストップです。はい、キングちょっと限界です ね。 そうですね、そうですね、足が止まっちゃってます。はい、わー、さすが、わ、19対19、残り17秒。うわー、これある、さあこれはでもキング出る、キング来るんじゃないですか、やっぱり最後は。あー、ディフェンスされちまった。わー、これは、これは、お、まさか、うわ、延長、延長ですか。延長戦持ち越しとなりました。19対19、はい、延長戦のルールは先に2点取った方が勝利です。ファール数は、スコアは、まあ、このままのカウントでいきます。いや、最後は気持ちでしたね、気持ちでしたね。あ、わあ、このブードン選手の3点プレーは大きかったですね。大きかった。ここでフリースローが入ってればとかって思っちゃうんですよね。そうなんですよ、こう思っちゃうんですよね。そう、たらればなんですよ、スポーツはすべて。いや、まあ最後ノンストップで選手たちも、うん、ちょっと疲れてきた様子もありました、はい、結構プレーオンのままずっと続いたんですよ、時計流れてたんで、はい、あの1回も止まらずに1分とか1分半とか経過するとかなりきついんですよね、心拍数的に。多分限界に近い形でプレーしたと思います。いや、この試合勝った方が、はい、明日の切符を手に入れます。いや、明日の準々決勝です。 D21 回行かないからでかいですよ。そうですね、
どっち勝つと思いますか。お僕はハイテック、あキングスたちが。及川さんは。いや俺はキングスの怠慢で、はい、対対中の2が入ると思う。なんだかんだこのリバウンドの強さは本当にこの、まあ、さっきはケイス選手も言ってますけど、スクレブ・ゴーガー選手のリバウンド強いですよね。めちゃくちゃ強いですね。ポジション取りがすごい、はい、おお、いきなり元気。さあキング、おっ、あ決まるかと思いましたね、はい、あこれ多分取れちゃうっすよ。決まったチェンウェン、リバウンド関係なかった。てか残ってる足が全然違かったっすね。そうですね。いや確かにね、いや駆動してました、はい、最後まで元気、うん、これが20歳です。はい、 U23 の、若さ強さを見せてくれました。明日の準々決勝進出です。